こんにちは、バッキーです。最近よく質問される中に、星の撮影方法を教えてくださいというものがあるんですけれども、これね、割と簡単なんですよ。僕の撮ってる星っていうのはその専門家ではないので、あくまでも楽しみとして撮ってるだけなんで、ただ星を撮ってみたいっていうだけであれば、誰でも簡単に撮影できます。まあ今回からちょこっとその辺のコツなどをご紹介していきたいと思います。まず最初に用意するものはたった2つです。まず1つ目、マニュアル撮影ができるカメラ、これは一眼レフですけれども、一眼レフじゃなくてもコンデジでも OK です。こちらにあるような M マニュアルモードにセットできるカメラがあれば OK です。僕の昔使ってたカメラ、こちら、これでもマニュアルのモードがあります。ということで、まずは皆さんのお持ちのカメラにこのマニュアルモードがあるかどうか確認してみてください。そして必要なもの2つ目、三脚。星の光って弱い光なんで、なるべくシャッタースピードをガッシャってゆっくり撮るんで、ブレないように三脚は必須になります。ちっちゃなコンデジだったらここまでしっかりしてなくても大丈夫ですね。ということで、必要なものはマニュアル撮影ができるカメラと三脚、たったこれだけです。ではこれでどうやって星を撮影できるのか、撮影条件についてお話ししていきましょう。はい、まず最初にマニュアル操作で写真を撮るときに知っておかなければいけないこと、写真の写る仕組みですよね。写真、英語でフォトグラフって言いますよね。フォトグラフ、フォトンをグラフィックに置き換えると、光を捉えて画像にするっていうのが写真ですよね。その光を捉える量によって写真が明るかったり暗かったり、暗いものが写ったりということが決まってくるわけです。ではその光の入ってくる量をマニュアルでどう調節するのかというと、もう設定する項目はたった3つだけです。3つしかありません。まずは感度の設定。この感度っていうのはね、この数字が大きければ大きいほど少ない光の量でも明るく捉えることができる。そして残り2つが絞りとシャッタースピード。絞りっていうのはこのカメラのレンズに入ってくる光の量を調節する羽がついてるんですよ。絞り開放の状態 3.5 という状態を見てみると向こうがよく見えてるかと思います。これで絞っていくっていうことは、ダイヤルをカチカチカチと絞っていくと穴がだんだんちっちゃくなりましたよね。これが一番絞った状態です。じゃあ暗い夜空、星を撮るときにはどういう設定にするかっていうと、もう簡単です。なるべく光の入ってくる量は多くしたいので、絞りは開放にします。もしくは開放に近い一段絞った状態。これでね、その3つの設定、感度と絞りとシャッタースピードの3つの設定の中の1個がもう決まっちゃいました。で、残る2つはシャッタースピードと感度なんですけども、この感度、僕の場合はだいたい星を撮るとき1600ぐらいにしてるかな。本当はもっと感度上げてもいいんだけど、どんどんざらついてきちゃうので、自分なりにまず感度を決めちゃいます。で、絞りは開放にしました。で、残る1個の設定っていうのはもうシャッタースピードを変えるだけですよね。今ほとんど皆さんデジカメでしょうから、絞り開放にして感度を1600とか2000に固定して、まず三脚に据えてシャッタースピードをいくつでもいいので1枚写真撮ってみましょう。普段バシャって撮ってるのはシャッタースピード何百分の1とかすごい速いスピードだと思うんですけども、夜空を撮るときにはガッシャってゆっくり撮らなきゃいけないですよね。なので1秒、2秒、5秒、10秒、20秒長いシャッタースピードが必要になる。その長いシャッタースピードの間ブレないために三脚にしっかり固定しましょうってことですよね。で、絞り開放、感度固定で、シャッタースピードをいろいろ変えてみて、まず1枚撮って暗いなと思ったらシャッタースピードをもっと遅くすればいいんですよ。シャッタースピード1秒で撮って暗かったらば、シャッタースピード2秒に設定してもう1回撮ってみると、それでも暗かったらじゃあ5秒にしてみよう、でちょっと明るすぎたかなと思ったらじゃあ4秒かなっていう風にね、シャッタースピードの値をいろいろいじってあげるだけで
もう狙った明るさの写真になるということなんですよ。これだけでもう星は撮れます。あ、あと大事なこと忘れてた。皆さんいつもねオートフォーカスで撮ってると思うんですけども、星を撮るときには完全にマニュアルフォーカスです。フォーカスをマニュアルにして無限遠でピントを固定します。こんなもんかな。まずはマニュアル操作ができるカメラ、そして三脚に固定しましょう。で、フォーカスはマニュアルフォーカスです。そしたら絞りは開放にしましょう。感度は固定して、あとはシャッタースピードをいじるだけでどれだけの星が映り込んでくるかっていうのが変わってきます。とりあえず今の話を踏まえていればこんな写真が撮れるようになってるかと思います。ちゃんと星は写ってるんじゃないかな。はい、ということで星の撮影方法についてざっと紹介してまいりました。これだけ押さえてればね、とりあえず星は写ると思います。でね、その使っているカメラだとか、あとはね、その撮影している場所の暗さによって星の写り方とも全然違うと思います。なるべく街明かりとか街灯とかがないところで撮影した方が星は写りやすくなります。ということで、これを踏まえて皆さんも一度星の撮影チャレンジしてみてください。まあ、ちょっとずつステップアップして、だんだんかっこいい星の写真になるようにご紹介していけたらと思います。もしね、それでチャレンジしてみてわからないことがあれば、コメント欄にじゃんじゃん質問書いてみてください。できる限りお答えしていきたいと思います。ではまた。